エス猫太郎チャンネルあのー、驚きのニュースがあっていうか別にいいんですけどあ,あのー、住吉会系の区民でラッパーあの名前がねもう出てますタクシーのアクリル板破壊で逮捕っていやその何ていうの私の感覚ではまあ、ヤクザはいいですヤク,ヤクザでねでもヤクザで現役でラッパーまあそりゃ で、で別にララッッパーでいいんですよ。ラップはやってても。だけどあそうなんだでちゃんと、えー、スー吉会計で、えー、コヘッカの参加組員ってね31歳の方なんですけど器物損壊の疑いで逮捕してああんかいやいやなかなか珍しいここまではっきり報道が出てでここのえー、これ何のニュースなんだろう、まあ 私の大好きな暴力団ニュースっていうのがあるんで暴力団ニュースヤクザ事件簿っていうのに出てるんでこれ多分一般にも出てるんですね。ラッパーのだからラッパーとしてもラップのミュージシャンとしてもそこそこの名前がある方なんでしょうね。でこれあのなんかブレーキが強すぎると言って運転手に詰め寄り突然運転席と後部座席を隔てるアクリ,クアクリル板を蹴り出してで壊した疑いが持たれているっていうことなんですね。 でこのタクシーの運転手は近くのここが私はあの私はなんか逆に面白いなってタクシーでしょ運転手は近くの牛丼店に避難し別に牛丼店って近くの飲食店でいいんじゃないのなんでこれ牛丼店なんだろう牛丼店に避難し駆けつけた警察官が、えー、現行犯逮捕したっていうことですで、えー、この方容疑者は弁護士と相談すると供述しているっていうことなんだけど いろいろな情報がてんこ盛りですよね、これね。うん、なるほどな。東京のお話ですもんね。うん、まあだから、そうなのか。うん、なんかいろいろ情報がてんこ盛りであれですよね。いける、まあいけますわな。いけるけど、前、あの、現役で YouTube とかね、もういて。 で、今回もラップやって捕まってそうかそういうことをやる副業が別に別にやってもいいしじゃあえヤクザで、えー、介護士とかヤクザでコンビニ店員とか、まあ、ちょっとそこが難しいんだなそうだから自由的なものならいいのヤクザで画家とかヤクザで作家なら成り立つよね、うん、資格試験とかその企業にどうのこうってうで勤めるとかダメだからやっぱり今の介護士とかコンビニ店員とかやっぱ難しいと思うんだけどまあ実際のところ その職人さん系ではいると思うんですよ、実際、うん、あの肉体労働系とか工場とかでもそ,のそんなに、ね、あの経営者の人が理解してくれている人って兼業っていうのはあると思うんだけどこの創作系だったら別にありなのかただ,ただ、なんとなく私の感覚ですよ私の感覚では組織がそれを許さないみたいなところは あったんだけど、うん、でもここで、えー、そうなんだ普通はラッパーの名前も出ちゃうんだねでも警察はそういう風にしたのかな報道がその彼が逮捕されたからラップもやってるからってことなのかなうんなるほどやた例えばさまあ現役で、えー 歌手活動っってちょとと難しいと思う、ねね、やっぱりでもラップとかだったらそのなんていうのそういうイベント会場でだったらいいっちゃいいのかでもそれに対して法的なチケット売り方っていうのはダメだと思うんだよね利益供与になっちゃうね例えばあのファミマーで買えるようなやつだとか私がやってるような売り方だよね Zoom のそういうものを使っては手売りで ならいい会場をかすかさないって問題もあるんで期出版的なえ iTunes とかデジタル音源もだい,いけるのかいやなかなかこれ一つのことでいろいろ難しいことがあるんでただ会場に行って歌ってギャラになったらいいのかないや僕はそのラップミュージシャンたちのそのえー マネタイズっていうかお金の仕組みっていうのが分からないんでどういうふうにどういうふうかっていうわからないんだけど出演料とかって言った時にその、えー、法律的な解釈から言ったら何かのサービスを通してるとちょ,ちょっと厳しいと思いますよき,きっとチケットピアトだとかそういう何か、えー、カード決済を抜かんのんっていうふうのが。ねえ。えーだ ここの事件っていうことでいいろろ見えるものがでもそれは私がねいいとか悪いとかって言ってるんじゃなくてこういう事案もあるんだじゃあどういうふうにそれを成形立ててたんだろうかもしそれができるならそういうアーティスト的なことであるならでもそれって誰もができるわけじゃないもんね、うん、難しいですよね本当にあの私が常々思うのはその海外だとかなんかよく えー、捕まえた魚とかあの花とか例えばウルとかね子どもたちが、えー、止まってる車の窓を拭いてチップをもらうとかって日本ってそれはできないわけじゃないですか変な話。えー、山から 柿木を拾ってきてそれを売るなんていうことは路上で売るなんていうことは山はかなだあの自然のものって言ったところでやっぱり持ち主がいるわけだからそれを持ってくれば、えー、罪になるし路上でものを売るということもまた二重に罪になるわけで、えー、例えばそれが食食べ物だったら保健所のとかっていろいろなってくるわけだから簡単にそのできやしないんだよね、うん、そういうことすらうん なんでやっぱり本当にお金を稼ぐっていうのが非常に難しいあの世の中というかその都市化して、えー、システマチックで法律が整備するとやっぱりそういうことはなかなか難しくなりますよね。だってまあんでいけないかって言ったら人のところのやつを勝手に海でも山でも川でも取っちゃいけませんよってなりそれが許してたらどん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 ,どんあの拡大解釈しても ひ,ひどい取り方をしてきちゃって自然とか、えー、生態化が崩れるっていうことが過去にあったわけでじゃあ道路でも誰でもあの販売していいよって言ったら本当にこれは交通状況の妨げにもなるし、えー、火事や災害があった時にもそこの道路を占拠するようなことはよくないっていうことでこう法が整備されてきたんで意味があるわけですよね。うんまあね でもこういうことがなってそのラップとか音楽までも規制が入るとやだなっていうふうには思いましたね。いろんな意味で、じゃ音楽やるのに前科前歴だとかあの元反射がダメだとかってなっちゃうとちょっとやだなっていうふうにそこがなんかうん思ってそういう風な流れにならなきゃいいなっていうふうに思ったっていう話です。はい。